三菱重工ボート宇宙航空研究開発機構は、17日午後5時45分、X 線天文衛星、アストロ H を搭載した H2A ロケット30号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。約14分後、予定の軌道に衛星を投入し打ち上げは成功した。アストロ H は、最先端の X 線望遠鏡を備えており、巨大ブラックホールの生い立ちなど宇宙の謎の解明が期待されている。H2A の打ち上げ成功は、24回連続、失敗は2003年の1回のみで、成功率は 96.7% になった。X 線天文衛星の打ち上げは、5年7月の、スザク以来、JAXA は今回の衛星を、ブラックホールの形や宇宙の中を見るという役割にちなみ、瞳と命名した、米航空、中局などとの共同開発で、打ち上げ費を含む日本の負担は310億円、約3ヶ月作動を確認した後、観測を開始する、瞳は円筒型で、全長14メートル、重さ 2.7 トンなり、日本の科学衛星としては過去最大級、4台の望遠鏡などを搭載し、高度575キロで地球を回り、活発に活動する天体が発する X 線を捉える、感度はスザクの最大100倍で、80億光年先の巨大ブラックホールを探査できるという、数100万度から数億度の物質が出す、X 線やガンマ線も観測可能で、天体同士の激しい衝突や爆発などの現象を調べる。日本は X 線天文学で、世界をリードしており、瞳は6代目の X 線天文衛星となる。今回、九州工業大やな、古屋大などが開発した小型衛星3機も相乗りした。H2A30 号機は、最大飛行時間を伸ばすなどした29号機に続き機体を高度化、分離に火薬を使わないことで衛星への衝撃を従来の4分の1に抑えた。